おざす、ティッシュスンです。さて今回はね、K30 使っていこうかなと思っております。まあ SMG で元はクリス・ベクターっていう銃かな。あ、ちょっと発音がクリス・ベクター、クリス・ベクター、イエー、クリス・ベクター、クリス・ベクター、ノン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 、クリス・ベクター。まあとにかくよ、まあ、ちょっとねこの K30 強すぎるんじゃないか問題がね、まあ、まことしやかにささやかれていますが、K30 ハードラインの時も問題児だったな。まあ、あの時は K10 だったけど、はい。まあ、同じクリス・ベクターということで、あ、いらっしゃって。ええ。いや、でも、ハードラインの時はね、まだね、なんか、許せる強さだった。うん。まあ、最初期はやばかったが、言うて。レート1200の3発キルとかだったもんな。ハードラインの K30。あ、K10 か。はい。まあ、それがまあ弱体化されて、まあ、近距離4発になったんだけど、まあ、近距離はまだ全然強い。ただし遠距離、減衰しきった威力減衰のその値がやばくて8ダメしかなかったんだよね。だからまあ8ダメの状態だとね、頭に 4,5 発当てても死なねえから、中距離以降はクソ弱かったけど、ただまあこの K30 はね、その K10 と比べて全然強いということで、うん、ヤバみがかかってる。まあ、弱体化来るらしいんだけどね。まあ、その弱体化来る前に使っちまおうぜということで、やっていきましょう。なんか湧いた !AI さん、お疲れ。はい。で、さらに逃げてるね、AI が。さあ、1キル伸ばすチャンス。まあ、AI ね、虚しくなるけど見ると。はい。まあ、キル伸ばすボーナスポイントみたいなやつだと思って、喜んで借りましょう。この距離、さすがに難しいか、余裕で勝てるね。そう。K10 と K30 何がやばいか、威力減衰の値がね、 K30 の方がやばい。はい。近距離も4発キル、え、これ5発キルだっけ、どうだったっけな。まあまあとにかく強いんですよ、強いのこいつで。ダイスさん怒って弱体化しますということで、なるほど、わかりました。じゃあ今のうちに使っとくわ。はい、というわけでね、やっていきましょう。でこっち逃げ出すしょ、やらしやすい。 OK、ちょっとぐらついたけど、エムが。まあいいね。これ中入ってる。さっき一瞬見えた。オッケー。さあ、ここら辺でちょっと前線張りたいね。敵が、まあ、ぼちぼち来てる感じ。はい。さあ、このクリス・ベクターの力を見せていきたい、ありがてえ。さあ、このクリス・スーパー5っていうね、その、なんかこう、ボルトを下に下げて、銃の反動を下げるっていう。割と斬新な機構を持つ銃らしいよ、リアルでは。はい。ボルトが下に下がったからって反動って抑えられる？え、銃の反動ってさ、あの作用反作用の問題じゃない？だボルトあんま関係ないんじゃないかな。いや俺自衛隊でそう習ったよ。あの銃の反動は弾が出る時の作用と反作用の時の副産物だっつって。いや、そういうことを言うのを邪推って言うんやな。うん。だってあの名前がかっこいいじゃん。もうあのクリス・スーパー5だぜ。俺の使ってる銃クリス・スーパー、めっちゃかむやん。スーパー5が入ってんぜって言われたらなんか、おお、すげえってならん。なるよね。そういうことなんですよ。あの邪推なんですね、それ結局。作用だの、反作用だの。細かい。反動が下がるんですよ、要は。はい、というわけで、まあ、頑張ってね、やっていきましょう。さあクリススーパーファイブ炸裂させてくれ。なんかもう炸裂してるなこれ。もうなんか俺だけじゃねえや、もう味方全員クリススーパーファイブだわ。すげえ押してるもん。一部の味方がなんか敵 の, あのリスの貯金拠点まで押してるとかなら、一部勢いあるんだなぐらいで終わるけど、全員が押してるもん。もう全員クリススーパーファイブや、これ。うん、とんでもない。割とボコれる感じで。さあ久しぶりにマッケー使うんで上に登って、これもいけるんだよね、この距離も。でもちょっと俺狙われてる。ダメだったか。うん、まあいいでしょ。ちょっと怖いな。いや味方結構いるぞ、ノリできる系。全強ですね。おっと、 K30 の威力、敵を初期の拠点から出させない。こんな特殊効果があったか。いや恐ろしい。でまあもうとりあえず後ろの方でいいもみをしててもしょうがないんで行くけどね、そりゃ。うん、で
なんかいるね。なんでそこでポジ取ってんだ。 OK、 まあとりあえず一人やって、なんかもう一人いるけどクソエイムで弾がなかったわ。でなんかどっか行ってる、下抜けてった。あ、お。マッケーさんノーパラシュート。やべ死んだわと思ったけど、まさかのノーパラシュートノーダメージ。なるほど、はい。さあ走行している間に1秒で20チケぐらいチケットが減っていっております。まあ全挙しているからまあこんなもんだろう。はい、これもう1試合コースかな。まあ K30 のヤバさは大体分かっただろう。中距離でもすごい勢いで死ぬ敵が、はい。あ、マッケーいた。これでも死ぬ。あんな起動中のマッケーに固執してパラパラしても死ぬ。レート早すぎてやばいわ。試合時間10分。あ、もう1試合ですね。頑張ります。ちょっと遠い。あー、オッケー。さあさっきの試合は割とレイポーな感じだったけど、なんか左からやばいのいるね。今回の試合は逆にボコられてる感じですか。いいですね、プラマイゼロでしょ。じゃあはい、でさあリロードして、で来てるね、来てますね。でオートヒル入って今 OK です。はい、いいタイミング。さああとはまだいる、まだいる。あっと木がちょっと近づくが、ああ、いや、やめて、あ、やめてくれない、ダメか。 OK、 でまだいる。で1人やって、2人か、2人やって、なんか光ってんなあれ。待ってくれよ、ちょっとエイムアシストがいつものあれ出たね。エイムアシストバグ、敵の頭の上を狙い始める。リコイルがあれで、これどうだ、弾が足りない。なるほど、ちょっと待てよ、こっちから来てる。 OK、 で1人やって、まあここら辺はなんとかなって、あの奥だね、あれやれたら行きたいが、どうだ、もう D1 取ったからほぼ挟んでるような状態だと思うけど、やらしてくれるか。あ、側面から味方攻めてるね、これ 100% 勝てるわ。あれ、ちょ待って、1キルちょうだい、1キルだけど。おっと。キュラシ生息機、うん、まあまあいいでしょう。まあここら辺は取れたんで、ええ、D また減ってる、分かった、いるね、あの方向。 OK、 さあ何度かやって、うん、まあ D ははけたかな多分。で問題は C1 の方向、いやどうだ、ちょっと右側怪しいかな、俺なら回るけどね。どうでしょうか、あ、1人回ってきてる、これは詰めれる感じ、もう半分以下でしょう、ヒットポイントは。いってらっしゃい、 OK。 さあリロードして、まだ来てるかな、いらっしゃいませ、 OK。 でやって、でさらにリロードして、で弾が若干心もとないし撃たれてるが、この距離も大丈夫なんですね。フルぶっぱでタップ打ち不要。いいね、はい。でどうしようか、ちょっと様子見てみる。で味方も結構降りてきてるね、敵もなんか近場いるけど、いける感じ。おっと。食らったな、まあまあ知らないわ。あ、でもこれ蘇生ありがてえ。はい、というわけで蘇生もらったんで、まあ攻めてていいかな、まあ、味方も攻めてるし、俺が攻めないなんかあれはない。いきます、はい。さあ、まあ、高レート武器と、まあ、このエイムアシストのバグって相性悪いよな。絶対頭、絶対ではないけど、ちょっと気抜いたらすぐ敵の頭の上狙い始めるもんな。まあそこだけ注意かな、それ以外はもう十二分に強い。はい、 OK、 対空中失礼。でここら辺をなんとかしたいけど、どうかな、ちょっと D1 減ってるからあんまりこの上にいると多分打ち下ろされるね。まあ早めになんとかしたいけど、どうですか、入っていい、ここ確か取れるよね、 上にいながら取れる、取れる、取れるが、あと30秒ぐらいでだね、ここに乗り続けられるのは。 D が取られるから、ちょっと待てよ、怖いんだよ。ああ、もう見つかってるわ。アウト、30秒もなかった。でさあ C1 はどうだ、これ湧いてんのかな、湧いてますね。まあなんとかしたい。でスポットは、スポットどこだ、あれあれ、なんか狙うだけ無駄、さすがに狙うだけ無駄な気がするな、まあ、まあ狙わないでおこう、はい。でこっちにスポットあるね、ちょっと気になるけど、
なんか足音するんで、チャリの中にいるでしょ。中にいるはず。どっから撃てる？なんかいた、ワイルドキャットじゃねえよ、これなんだっけ、3に出てくるやつ。名前忘れたもん。まあ、なんかとりあえず機動戦闘車両が来たんで、避けつつなんとかしたいが、あれ、OK。なんか今回は逆にボコられたね。まあさっきの試合のレイポー戦とかけて2で割ってトントンといった感じでしょうか。はい、というわけでね、まあ、弱体化されるんで計算中、使いたい人は今のうちに使っていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。では。